出初め式では万代橋付近の信濃川両岸からおよそ70台の消防車両が一斉に放水したほか、消防艇がクジャクが羽を広げた姿をイメージしたクジャク放水を行いました。一斉放水は去年新型コロナの影響で行われず、2年ぶりの実施となりました。新潟市では去年1年間で129件の火災が発生し、おととしより11件減りましたが、電気のショートやケーブルの破損による出火が多かったということです。本年も市民の皆さんが安心安全に暮らせるよう、新潟市の消防団一致結束して取り組んでいきたいと考えています。